立浪監督への反逆で引退危機に追い込まれ、中日期待の有望株が見限られた呆れた顛末とは一体どのようなことなのだろうか。将来を嘱望されてきた中日の若手有望株が崖っぷちに立たされている。高卒1年目から1軍を経験し、昨季はショートで最も多く試合に出ていた土田龍久だが、亀裂が生じた首脳陣との関係修復は極めて困難といい、ことによっては引退の可能性まで囁かれている。確かにヤンキーっぽいキャラだけど、実際は片岡ヘッド怖がってると立浪監督に言われ、ノックでうまくいかずボロ泣きしているような選手だよ。リュウムなしって、この記事の言ってることがどこまで本当なのかちょっと疑ってしまうわ。一方でこんなの事実無根だとは強く言えないのもたした。昨年の秋に片岡ヘッドがリュウクに対して、彼は普段の立ち振る舞い、先輩に対する態度などから変わっていかないといけないと苦言を呈している。片岡ヘッド型の選手に対して素行面や態度に触れることなど一切なかっただけに、よっぽど目につくものが何かあったと察するところはある。トレード、現役ドラフトで出すことでリュウクの置かれている立場を理解するのが覚醒の近道なのかも。それでも近年は飲み悩んでいる選手にチャンスを与えるというのが当たり前の考え方になってるから勘違いしたままかもしれないけど、その時は移籍先の球団の方がドライだから簡単に切る。記事の通りで戦力外にした場合でも、中日は育成契約することなく他の球団は手を差し伸べるかもしれない。移籍の可能性があってもスカウトはグラウンド外からだと追い切れないけど、それでも性格や環境まで調査してるし、OB などの人脈も駆使する。人格的な問題ならあまりにもひどい場合は1年目でも戦力外にするケースもあるし、その時には球団からの公式発表はなくても理由は記事に出るし、リュウクが戦力外になったとしてもこの記事が再掲載されたら納得すると思う。本人のコメントがないため週刊誌の記事だけを全面的に信用することはできませんが、ウインターリーグ出場の打診で自分はそんなところでやる選手じゃありませんというプライドがあるのであれば、出場して圧倒的な成績を出して見返してほしかったと思います。例えばこれまでに1年間通してレギュラーとして試合に出て何らかのタイトルを獲得したことのある選手がウインターリング出場を渋るのなら理解できますが、リュウク選手はまだそこまでの実績があるとは思えませんし、首脳陣に対してプレーや成績で見返してやるような気概が欲しいです。人格者とも言われている荒木元コーチに対しても失礼な態度をとっていた動画が残ってるからな。荒木さんは責任を取って辞めたけど、福永とか守備成長してるし、指導者も大きいけど変われるかどうかは結局本人次第。グッバイ。横浜での送りバントボール球で飛び出し牽制アウトは一生忘れません。ノーアウト二塁で1点取ればライデルという場面でよくぞやってくれました。それまでのチームの勢いを止めたターニングポイントになりました。立浪の指導やチーム運営に問題はあるが、ユーソラに関しては本人のやる気が見られない。確かに守備だけは上手いが打つ方は2軍レベルだし、走塁も雑、しかも向上心が感じられない。あれだとトレード要因にもならない。2軍でも何かあった時のために二遊間の守備要因が必要なので、おそらく戦力外にもトレードにもせず年俸だけ下げ、あと23年間で塩漬けにして終わりだろう。その間に本人の意識が変われば使える日が来るかもしれない。内容が本当かはわからないが、リュウクならありそうという感想しかない。ドラフトから見てきて首脳陣がショートの一番手に置きたかったのははっきりしていた。しかしリュウソラはその期待に応えられなかった。片岡が苦言した。人として変わらなければならないという言葉にリュウクは真摯に向き合うべきだった。人はなかなか変わるのは難しいが、それができた選手は一皮むけて成長し、仲間や上司の信頼を得てレギュラーに近づく。信頼を得るような態度振る舞いができないのなら、この記事にあるような結末を迎えるのかもしれない。守備センスは抜群だけにもったいない選手だと思う。中日って阪神ほどじゃないけど、ローカルテレビでの使いが多いから、大した結果出さなくてもシーズンオフにはいろいろ呼ばれて、芸能人や女子アナにチヤホヤされるから勘違いするもの多いんじゃないかな。リュウクも独特の私服でいろいろ出てたし、岡林や小笠原も結構テレビ出てたよね。都市坊も表に出てるのより中日は良さそうだし、いろいろハングリーさがなくなってっていうチーム体質になってないだろうか。リュウク選手の言動は新人の頃から地元テレビの中日応援番組出演で見聞きしているが、基本的にタメ口で横柄感があった。プロ野球選手なんて希望してもなれないのに、ドラ3で評価され、高卒で入ってしまうと、ちょっと勘違いが残ってしまうのかな。そしてプロに入っても伸び悩んでいると、ちょっとでもチャンスが欲しく頑張るのに、それが足りない。でも練習は真面目に一生懸命にやるタイプなので、トレードや現役ドラフトで環境が変われば伸びる素質は持っている。プロ野球選手でいるうちに頑張ってほしいと思う。この話が本当かどうかわからないけど、YOUTUBE の動画等を見るとベンチで態度が悪いのはよく映っていたよね。ホームインしてベンチに戻ってくる先輩選手に興奮して何度も蹴りを入れたり、
必要以上に頭を叩いたり、頭を叩かれた選手は切れてたけど、まあ、自分の方が上だと思ってないとあんなことはできないし、止めたりする人いないのかな、とは思っていたけど、本人が人の話を聞かないなら納得です。チームワークを乱す人は、チームプレーである以上どこに行っても使われないから最悪このまま引退かな。実力もないのに勘違いさせてしまい、使わざるを得なくなった球団にも責任があると思う。リュークは、一月前くらいの特集記事で、春先もずっとやる気がなくなっていたけれど、シュー・フトシさんの練習に対する姿勢を見て、このままではいけないと心を入れ替えたと、インタビューに答えていました。ですから、この記事の通り練習態度は悪かったのだと思います。せっかくプロ野球選手になれたのに、このまま野球に向き合わないままでいいのかな。一軍に上がれないのは、どの球団にいたとしても、同じだ結果だと思うけれど、トレードをもし望んでいたとしても、練習する環境がある今頑張れない人は、どこに行っても結局同じじゃないかな。高校野球の3年間で、普通真っ先に言葉遣いや礼儀とか監督やコーチだけでなく先輩からも教えられたもんですけどね。もう社会人なんですから、何でも言いたいことを言ってしまえば、自分で自分の首を絞めてしまうことを理解しないとですね。結果も出せていないのだから、ファンの目に留まる彼の姿を見ていれば納得できる部分もあるから残念でなりません。ドラファンから見ても、今のままだと土田は終わってます。監督への反逆が原因なのかは事実かどうかはわかりませんが、不動のレギュラーだった強打を放出してまでしてチャンスを与えられながらものにできなかったのは、本人の慢心があったからでしょう。実績も残してないのに、登録名を変更した時からこいつ、何様？という違和感がありました。選手時代の立浪は、当時の星野監督から同じようにチャンスを与えられ、努力してミスタードラゴンズと呼ばれるまでの選手になった。どちらもセンスはあったんだろうが、あとは本人次第ということ。立浪監督は、土田を若い頃の自分のようにしたいと考えたのかもしれないが、いかんせん本人の努力が伴わなかったのだろう。オフに戦力外にすれば拾う球団があるかもしれないが、交換選手が必要なトレードとなるとどうかな。支配下枠を開けるためにも、7月中に無償で出すのが一番。荒木さんが、リュークは本当に守備は甘い。教えたこともすぐできるが、続かない。昨日教えたこと次の日には忘れてしまい、元に戻ってしまう。昨日教えたじゃないか、と言っと、そうでしたっけ？と忘れてる。それを何度か繰り返し、この子はこういう子なんだと思い、それ以降僕からは何も言わない。才能があるだけに非常にもったいない。とのこと、もっと真面目に練習すれば、レギュラー間違いないのに、広島で荒井兄弟に厳しくしてもらうのがいいかもしれません。小園選手もひどかった時、荒井兄監督から、長期間二軍落ちにされ徹底教育されている感じで、よってリュークくんも広島厳しい練習で鍛え上げ、打撃は荒井弟二軍コーチにスパルタ指導を受ければいいと思います。態度を改め広島式教育受ければ最低限一軍内野控えには定着。頑張れば二塁手レギュラーが手に入る環境だと思います。社会人でもどこでもこんな若手います。ひょっとしたら自分も若い時はそうだったかもしれません。本当にこれではダメだと、いつ気づくのかにもよりますが、二軍生活を長く続けさせて気づかせてあげるのも良いかもしれませんね。今の時代、監督やコーチは厳しく指導できないので、ある意味選手にとっても厳しい時代なのかもしれませんね。他チームのファンで去年は中日の試合をよく見ていたわけではないが、打率1割台でも辛抱強く使ってもらっていたから、さぞかし監督のごひいきなんだろうなと思って吐いた。ただこの記事だけ見ると、素質はあっても絶対に伸びない若手選手の典型みたいな感じ。自分の能力を過信して首脳陣の指示には従わない。ファームに落ちてふてくされる。日ハムの新庄監督なら、絶対に使わずに即刻トレードかファーム付けで戦力外だろう。プロなので結果を出せばためこうなどの態度はある程度は許容しても良いと思う。一郎も新人の頃は派手な格好で言動も横柄さが見られたが、結果を出し認められ、ブレイク後は公の場での発言にはあまり横柄さは見られなくなった。この選手はそもそも結果を出せていないので、言動や態度も含めて野球に対する姿勢を見直した方が良いのでは、リュークに限って言えば、私の中ではすでに終わった選手です。守備も一級品とは言えず、ボンミスをやらかす、バッティングで言えば二軍選手、こんな選手を一軍で使うはずがない。私は怖くて守備要員にもしないから、一軍には必要のない選手です。しかもこんなことが事実ならば、もう野球選手では得られないかもしれない。もし他球団に移籍しても、この調子では使ってもらえないだろう。事実かどうかはわからないけど、
ユーソラのためを思うならトレードに出してあげてほしい。結果を出した村松に加え監督お気に入りのロドリゲスもいる今、今更態度を変えた程度じゃ起用されるとは思えないし、抹消されてすぐに一軍復帰したの方と違ってまだファームで練習している現状を見ると、立浪はリュークを使う気はないように思える。このまま中日にいても監督が立浪である限り未来はないので、いつも見たいにあと何年活躍するかわからないベテラン即戦力選手を獲得するためのトレードの玉にしたらいいんじゃないですかね。まだ若いのでそこについては大人になってくれば落ち着いてくるでしょう。首脳陣もそんな野球選手は散々見てきてるから記事に書くほどの問題ではない。それよりも打撃。走塁面での実力不足が起用されない最大の原因。実力主義の世界なんだから、多少やんちゃでも練習に向かう姿勢があり、成長が見られれば起用されるでしょう。それまでに村松がレギュラーを確立する可能性もあるけど、内部のことはわからないけど、記事が真実に近いのであれば、そういった選手を積極的にトレードで獲得しようという球団はないでしょう。少なくとも公然と首脳陣批判。球団批判をするのだったら、それ相応の処分があることも覚悟しなければいけない。当時強打を放出できたのもリュウソラがやれると判断したからこそ、それが今ではこうなるとは。古くは田尾康氏の例のような厄介払いトレードが成立すれば良いですね。守れるは解消とは貴重な存在ですし、他球団で水に合えばホワイト化するかもしれない。水野選手が離脱し遊撃手に困っている日本ハムなら、新庄監督ならうまく扱ってくれそうな気はしますが、まああのジャラジャラネックレスやらユニフォームの着こなし見るだけでも少なくともチームに好影響を与えるわけがない。違う道を歩んだ方がいいんじゃないか。岡林や石田は、ヒロトやネオに伝染する前に何とかした方がいい。現代ということで話半分だけど、半分だとしても驚きの内容。面構えもよく守備力は半端ないのでレギュラー最有力と思っていただけに、噂レベルでもこのような記事になるのは残念。バッティングが伸びないのも指導に前向きに取り組めないところがあるからなのかもね。散々批判されながらも二遊間ドラフトを2年連続で敢行したのもリュウソラに対する評価の低さを表していたのかも。素材としては非常にもったいない選手。何とか頑張ってほしい。リュウクは口だけは達者っぽいところはありそうだしな。この前もヒットを打った後にあのボンミス。教育リーグでそういう細かいとこを練習しなきゃ。あの時は体調悪かったって話もあるみたいだけど、それならプロとしてしっかり管理しなきゃダメだと思う。期待の有望株かと言われたら疑問はある。ユーソラ選手は守備は一流だと思いますが、端攻守の一つ一つのプレイの造作は素人目にも感じてしまいます。トレードや戦力外の立場になって一度突き放されないと治らないのかな。今はスタメン狙うチャンスなんだけどな。ユーソラは地元のテレビ番組の企画、選手型の選手に質問するコーナーで、先輩選手が笑いながら先輩に対してどうしてそんな大きな態度が取れるんですか?的な質問をしていた。その時は愛のある後輩いじりだろうと思っていたけど、その後の本人の態度や表情を見ているとそうとも思えなくなった。プロになって数年経っても実態は高校生のまま。守備は球界でもトップクラスなんだから、課題のバッティングに真摯に取り組んで実績を出せばすごい選手になる可能性もあるのにもったいない。やる気が見えないのは石川すばる渡るも同じだが、せっかく狭き門からプロに入ったのだからもっと努力してほしい。野球好きなんでしょ?名古屋球場の二軍戦でロドリゲスが降りてきてからは、ショートに入ることは減ってサードか控え。守備についている時もクリロドや樋口の方が声がよく出ていて、サードについているリュークの覇気がないのは感じていた。一軍で活躍している田中美希也や福永の動きを見てたら、首脳陣じゃなくてもちょっとね、あまり良い評判を聞かなかったとはいえ。なんで欲してるんだと疑問だったが、これが事実なら致し方ないか。後半も読んだが、根が悪いというよりは小山の大将で来ちゃった感ありありや。昔だったら怖い先輩なりコーチが締めて強制というのもあったろうが、今は本人の自覚を促すしかない。ある意味今の時代の方がよほど厳しいと思うよ。ゴシップ誌としては、どうしても対立の構図は欲しいよね。そういう話題にたかるのがネットにはたくさんいるから。でもまあ、リュウソラに関しては、記事で書かれてるのが本当なら、中学、高校と、どんな指導者の下でやってきたのか疑問。そんな性格、プロに入ってからってことはないだろうから、よほど甘やかされてきたんだろうな。しかしまあ、この記事を頭から否定しようと思うほど、ユーソラに関しては良い印象を持ててないってのが悲しいとこ。現実という表現はされないだろうけど、守備は上手いし、直感的な判断力はかなりのもの。先日も、ダイソーで出て、飛び出して牽制アウトなんてこともあったし、ふざけてる。真面目にやってないわけはないんだろうけど、ミスの仕方が悪いんだよね。知り合いに頼まれて、昨年宮崎でのフェニックスリーグでリュウソラ選手にサインをもらいましたが、ガムをくちゃくちゃ噛みながらのサイン。他の選手と比較してはいけないが、
いかにもサインをしてやっているように感じがして嫌な思いをした。人柄が出る出来事、心入れ替えて頑張りましょう。無理かな。